嬉しかったことは、ミスコンでグランプリをいただけたことですね。悲しかったことは、車のサイドミラーがちょっと壊れちゃって、モーターが開いてるのにずっと回ってます。ウィンウィン空回りしてますね。ちょっとすぐに思いつかないですね。じいちゃんばあちゃんが死んじゃったことですね。一番緊張したこと、大学の入試の時の面接です。